はい、ようやく村に戻ってきましたけども、ああ割と遠かった。マリンちゃんいえー、マリンちゃんがどこ行ったのかい坊や。君もわからないの。こういう時は砂浜かな。一人でいる時は砂浜だったりそうじゃなかったり。リンゴ食え、リンゴ食え。よし、マリンちゃんどこです。おんごめん、よいしょ。おいよ、危ないよ。あ、危ないよ。こんな危険な砂浜やべえや。いた、ん、あ、いた。ここがよくわかったわね。君のことならよくわかる。少し私お話しない？いいよ。あ、デートだ。いや、デートではないか。お、キャモメがいっぱいいますね。おお。あ、これ見たことある。写真撮っとこう。このヤシの実は一体どこから来るのかな。海の向こうには何もないって谷も言ってたけど。まあちょっとラストは割と覚えてたりするんすよね自分、うん、ラストの方は覚えてたりするんすけど、私ドキドキしたわ。だからこの辺の会話とか聞いてると割と切なかったりするんですよね。いろんな人たちを歌う。ああ。ちゃんと聞いてます。大丈夫です。ちゃんと聞いてます。リンクのふるさとはあそこになるのかな。神虎の時のあれになるのかな。ハイラルなんてね、うふふふ。え、セウチさんが、いいわ、一緒に行く。セウチさんって言うの。あ、完全に見えてるでしょこれ。やった、マリンをお借りした。チャンス。何のカシャ何のチャンスよリンク君、何のチャンスよリンク君。そこんとこ詳しく。近いね。やったぜ、マリンちゃんお借りしたぜ。やったぜ。だこの展開は若干覚えてるな。めっちゃ身体能力高いんだよなマリンちゃんリンク君ペガサスの薬このスピードなのに一緒についてくるからさあー、びくしゃ。デートだ、デート出ましたね、デート。あ、さっきの海岸のところから行った方が早かったのか。今からでも間に合うの。ほらー、マリンちゃんめっちゃ早いめっちゃ早い、めっちゃ早いやん。マリンちゃん飛べるってことだよねこれね。うそちょっともう一回やってマリンちゃん。あちょっと待って、マリンちゃん助走もなしに飛ばなかった今すげえこの子助走なしで飛んでるのやーばこの子まあこっちから、あ、こっちからはいけないんだよね確か。こっちの方だよね。よしよし、
いやこりゃすげえや。チャオ。あ、マリンちゃんだ、マリンちゃんだ。押し込んでやった。あ、マリンちゃんだ。同じことしか言わなくなっちゃった。同じことしか言わなくなっちゃった。お、このマリンちゃんをモデルにした方がいいと思いますよ。うん、てか絵描いてマリンちゃんで。この子もマリンちゃんだっていうのはなんだ、変わらないのね君。マリンちゃんだ。同じことしか言わなくなってしまった。やっぱなんか言ってるよな。誰だ、誰じゃって言ってない。誰が言ってんだ。あ、マリンちゃんだ。お、ダメか。ウサギちゃんたちだけあったな。じゃあそのセイウチさんを、セイウチさんじゃねえや、セイウチさんは動物の森だ。そう、セイウチを泣かすためにマリンちゃんがいるのか。どういうことやろな。あ、そういうことか。ちょっと待って、俺ワープ設定すればよかったんや。そうか、今なんか気づいたわ。あー、バッカー。そこのワープ開けとけよかったんや。なんだよもう、しょうまいよもう。はい、あら、いけないセイウチさんね。びっくりさせちゃうか。うん、え、びっくり。かわいい。突然の自殺。リンク君もこれには目が点。寝起きのいい子ね。そんなバカな。きっといつものあれね。ふふふ。マリンちゃんすげえや。ここがヤーナ砂漠。これで解放。なるほど。ここの砂漠に鍵があるのかな。次のダンジョン。よし、お。さっきいなかった動物までいる。ヤンバルクイーナ。これ横でオカリナ吹いたりしたら。なんかないのかな。あ、さすがにないのか。なるほどね。とりあえずワープそれワープ開けとかないと。開けとけよかったんや。そうしたらすっげえ楽だったのに。ああ、まったくもう。めっちゃ遠回りした気がする。よし、まあいいでしょう。では、今回はじゃあこんな感じで終わりましょうかね。はい。次回は、まあ、ヤーナ砂漠を探索して、まあ、ダンジョンを、そうだね、ダンジョン手前ぐらいまで行けたらいいかな。はい。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。